Alright. Let's see what Zari has to say. Hello everyone, I have returned. もう大丈夫ですか、八神さん。でしたら、間宮さんから聞いた話をみんなで検証します。よろしいですか？ OK。ああ、始めよう。じゃあ結局、その痴漢被害者の話に裁判で出た以上のものはなかったわけか。そうですね。特にこれといった新情報はありませんでした。俺もそう。だとすると、やっぱり江原の殺人動画の方を疑うべきということですか？捏造されたものだったと。まあそう話を急ぐんじゃねえよ。この動画が本物でも偽物でも、実際ネットに流したやつってのがいるわけだよな。まずそいつは一体何者なんだ？画面には御子柴の殺害現場である偉人町の廃ビルが映ってます。俺はこの目で現場を見てきましたけど、血痕の位置も動画の内容と一致してる。そこから考えると、 Who uploaded Yara's murder footage to the internet? Right. Posted the video himself. Prosecutor posted. Accomplices posted. The Kangawa detectives posted. You would think it would have to be whoever he's working with, right?あの殺人動画をネットに上げたのは、御子柴殺害の共犯者たちです。まあそうだな。他には考えられん。私も八神さんと同意見です。じゃあ、彼らがこの殺人動画を公開した目的は何ですかね？警察や検察、それに法そのものをおちょくってるのかもな。え？江原は法廷に痴漢の有罪判決を出させて、御子柴殺しのアリバイを確保した。その上で実は自分が殺したって動画をこれ見よがしに出してきたんだ。まるで罪を逃れた勝利宣言みたいに。なるほど、確かにおちょくってますね。ところでちょっと話変わるなよ。もし殺人動画が捏造されたものだったとしたら、どういうふうに作るんだ？例えばそうですね、まず真犯人が御子柴を殺すのを撮影して、その映像に江原の顔を合成するんです。ハリウッド映画なんかじゃもう結構普通にやってますね。それでもどっかに合成の跡が残っちまうんじゃねえのか？今のところ例の動画にそういう痕跡は見つかってません。つくもさんからはそう聞いてます。この議論は前にもしましたね。殺人動画を捏造と疑うのであれば、もう私たちにできることはありません。じゃあ改めて動画が本物という前提で仮説を立ててみよう。 OK。 その場合、痴漢事件の方に何かフェイクがあったはずだ。それを見つけられるだけの材料はもう集まってると思う。どうなんでしょう。江原は朝7時43分に池袋の改札を通ってホームに立ってから、ずっと防犯映像にその姿を捉えられていた。Mostly. でも殺人動画の通り7時半に御子柴を殺してたなら、偉人町からたった13分で池袋に着くことはできない。すると池袋のこの映像に映ってるのは江原そっくりの別人、替え玉だったってことになる。替え玉ですか？ああ、キャップとサングラスはそれをバレにくくするための小道具だ。いえ、その場合江原は御子柴殺害後、痴漢として取り押さえられる前にどこかで替え玉と入れ替わらないといけませんよね。でもそのタイミングはありませんでした。池袋で江原が間宮さんと電車に乗り込んでいく姿は複数の防犯カメラで捉えられ、車両内のカメラにもずっと映っていました。さらには痴漢行為に及んで新宿駅に到着後、被害者を振りほどいて逃げる姿も。そして最後は結局江原を追いかけていた間宮さんの目の前で取り押さえられたんです。そっか、
つまり池袋のホームに立ってからの江原は常に防犯カメラの目にさらされていたと。いや、それについては違うんじゃなかった。Right. We have those blind spots. And the proof is, numerous cameras recorded. Eyewitness, trace, mass transit.is this one. Actual crime is not visibly captured by the camera. Yeah. Right? こいつを見てくれ。Is this the right one? それってどういう意味です? No, it's not. 悲しいかな、監視社会の最たる場所ですよ。都内の主要駅なんて。ああ、この証拠の意味するところは、今星野くんが言った通りだ。からの Where was this picture? Was that here before? Or did I just miss it? That's what I want to see, right? 一緒に作ったよな、これ。新宿駅ホームの俯瞰図だ。ええ。なるほど。Right. 確かにここに答えがありましたね。江原は常に防犯カメラで姿を捉えられてたわけじゃなかったんですよ。どういうことですか？この俯瞰図の中に注目してほしいポイントがあるんだ。それがどこかというと、怪しいな。And the proof is なんだ？ドゥ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 。なんだ？あ？ん？Where can I？ 怪しいな。Oh, I see.It's on the left side. Huh. 矢印の点線になっている部分は防犯カメラから死角になってたんだ。ほんのわずかにだけど、ここを走り抜ける江原と間宮さんの姿は映像に残っていない。確かにそうみたいですね。ここで痴漢をした替え玉の江原が本物と入れ替わったということですか？可能性としてはあり得るよね。ええ。ですが実際の事件の時は、すぐ後ろから間宮さんが追いかけてました。その目を盗んで二人の江原が入れ替われるでしょうか？人混みの中だし、不可能とは言い切れない。でもそれが江原の計画だったとしたら、かなり運任せですよね。運任せ？ええ、だって事件当時、朝のラッシュアワーで人がいっぱいです。そんな中を江原が防犯カメラの死角まですんなりたどり着ける保証はないし、下手したらその前に周りの人たちに取り押さえられてたかも。確かに。そもそももし間宮さんが電車の動いているうちに周りへ助けを求めていたら、江原はホームに降りる前にアウトでした。あ、ですよね。やっぱり矢上さん、どうでしょうか？これまでの江原の一味には緻密な計画性を感じます。ですが肝心なところを運任せにしてるというのは星野君の指摘通りかもしれません。いやー、そんな。ああ、さすがだな、星野君は。ただあいにく俺はまだ自分の読みを捨てたわけじゃないよ。え？一見運任せの偶然に見えることも全部仕組まれてたとしたらどうかな。どうかなと言いますと？やっぱり江原たちは計画の中に運任せの要素を残せなかったはずだ。で、そう考えると、今度は必然的にその穴を埋めるある可能性が出てくる。ある可能性？それって何のことです？ Everything in here is including because she was murdered was set up. Then we can do the possibility that even because she was alive. No, he is not. Even Mamiya was concluded.I slightly think that real murder took place in Kamurocho. Execution, faith. Okay. Number one, number four. Absolutely not. Didn't they say he was killed elsewhere, though? I can't remember. But all of this seems, I don't know. Is she in on it? Let's start here.痴
間の被害者だった間宮ユイは初めから江原とグルだった可能性がある。その場合彼女は江原のこともその替え玉がいることも全部承知してたんだ。ホームの死角で二人の江原が入れ替わった時も追いかけながらそれを見なかったことにした。痴漢の被害者と加害者が事前に示し合わせていたというんですか。まさかそんな。It's not totally impossible. There's still a chance that Yui Malice has been acting part of the group. 怒る前に聞いてほしいんだけど、これはあくまで替え玉のトリックを成立させるならって話だよ。二人の江原は追ってくる間宮ユイにさえ目をつぶってもらえれば、防犯カメラの死角を狙いすまして入れ替わることができる。逆に間宮ユイがグルでないなら、この入れ替わりはリスクが高すぎるとも言える。で、駅で替え玉と江原の入れ替わりを確認した間宮ユイ、そこでようやく本物の江原を指して痴漢だと大声で助けを求めた。周りの通行人たちは盲目的に逃げる男を痴漢だと考える。とりあえず捕まえて本当に痴漢だったかは後で警察に調べてもらえばいい。待ってください。今八神さんの言ったやり方だと江原が間宮さんのお尻を触れるタイミングがありません。でも江原の手からは被害者の下着と同一の繊維が検出されています。 Exactly. いや、その件も間宮ユイがグルなら大丈夫なはずだよ。例えば替え玉の方が池袋駅の防犯映像に映ってる時、その裏で間宮ユイはあらかじめ江原に自分の下着を触らせることだってできる。ホームで痴漢する相手を物色してたって時間はそういう下準備にも使われたんじゃないか。うん、なるほど。細かい辻褄合わせは後にして、大事なのは間宮ユイさえグルなら江原のアリバイを崩せるってこと。やっぱり江原は痴漢の汚名を着て三越葉殺しのアリバイにした可能性がある。そうですね、多分それで決まりだと思います。そして検察はといえば、痴漢の実刑判決をまさか自分たちから間違ってましたとは言い出せない。三越葉殺しについて江原を疑えず、それどころか殺人動画を捏造だとまで言わされてるんだ。見事におちょくられてますね、法そのものが。江原は息子へのいじめを法廷に訴えたのに認めてもらえなかったんだよな。学校も第三者委員会も、そして裁判所もいじめの事実は確認できなかったと片付けた。だからそんな法に強い反感を持ったとしてもおかしくない。あの、待ってください。ん？間宮ユイはなんでそんなことに手を染める必要があるんです？彼女には小さな子供もいて経済的に困っているようでもありませんでした。なのに殺しのアリバイ工作に手を貸すなんて、どこにそんな高いリスクを負う理由が？ああ、彼女の動機はまだわからないな。けど例えば間宮ユイにはリスクを超える見返りが約束されてたのかも。それとも江原に何か弱みを握られてるとか。殺人の片棒を担がされるほどのですか？そんな弱みを握られるような接点が？Yep, and there goes my dog. Mary, office worker and mother, only connection between them so far is the train station itself. な、マミやユイのプロフィールって俺にも教えてくれる。 She has some type of history here. そこに何か江原との接点になりそうなもんないかな。見てみますね。ちょっと待ってください。よう。そのマミやユイが江原とグルだって根拠、もう一つ思いついた。何です？そもそもこの痴漢事件は大々的に人目に触れて初めて三越葉殺しのアリバイに使えるもんだ。だがもし痴漢した相手がそのまま泣き寝入りしちまったら誰の目にも止まらない。そんなもしを残したまま計画は立てられないだろうな。ああ、それでやっぱり間宮ユイがあるんだのは江原の計画にとって大前提だ。確かに江原は痴漢の被害者と示し合わせて検察の目を欺いた。さらに
それ以外にも仲間がいます。マミやユイからそのつながりを見つけられれば、多分一気にそいつらも引きずり出せますよ。マミやユイのプロフィールですけど、結婚前の旧姓は鈴木、年齢は30歳、東京大田区出身で、小中学校は公立、高校は私立黒川学園から東都大のビジネス学部を卒業。ん？旦那さんとは職場結婚だったみたいです。 Who's her husband? 旦那のマミヤ太一は株式会社テクノゼータ工業デザイナー、6年前に生まれた一人息子はソータ君で小学校1年生。待った、マミヤユイの高校黒川学園って言ったよ、right. 最近耳にした。Who was it? 偉人町でだ。The boy? あれは確か。That's not just... No, that's there, yo. Sukumu... Is that it? Sukumu の出身校？昔引きこもりになるよりもっと前に、Sukumu が通っていたのが黒川学園。いえ、Sukumuさんが行ってたのは通信制の高校です。前にサシで飲んだ時にそう聞きました。何？つくもと星野くんが差しで、ええ、楽しかったですよ。君ら二人で何話すの？、そんなのどうでもいいじゃないですか。本当にどうでもいいです。I'm glad I picked this. 山美さん、黒川学園が何だと言うんです？あ、そうだった。黒川。But that's Serio Academy, so... 俺が巫女柴の殺害現場に行った時、それを遠巻きに見てた奴らがいたんだ。3人ぐらい。事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。赤池さん30歳、マミヤユイも30歳。それが何だって言うんだ。俺ら今マミヤユイとエハラの接点を探してんだろう。黒川学園のホームページを見つけました。偏差値はかなりいいですね。都内の大田区にある学校です。マミヤユイの実家から近い。あ、なんだ、女子の制服がすごく可愛いです。Really? この野郎、司法試験からやり直すか。Go back to wearing that back. いや、その制服にも見覚えがある。え？星稜高校で、江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいるんだ。彼女も黒川学園の卒業生だったのか。沢先生の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳かも。下手したらみんな同窓生だ。つながったと言えるんでしょうか。無関係だったはずの痴漢とその被害者が。まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこのつながりを無視するようなやつは探偵に向いてない。Okay. Next chapter, previously on Lost Judgment. 無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者。点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐のアリバイを作ったのだ。Converging heat.
三越芝博殺害の発端は4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画はその父親江原明宏が息子の仇を撃ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半自宅を出た三越芝を車で拉致し廃ビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半多分三越芝が江原に殺害されてた時もカメラには映ってませんが近くに控えていたんじゃないかと思います。同じ頃そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラにはもう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身をさらした後午前9時6分間宮由衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり三越芝殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには痴漢被害者の間宮由衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、三越芝殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮由衣と替え玉の痴漢、それに三越芝を拉致したって連中、江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ？ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが清涼高校の教師で沢陽子です。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で2ヶ月前は三越芝の教育実習を見てました。さらに間宮由衣と同じ黒川学園出身です。三越芝の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことで三越芝を殺すのに協力した。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。彼女は敏郎君が自殺したことに対し教師としてずっと自責の念があった。それで江原の復讐に協力するため自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか？ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。え？沢先生はいい教師です。熱意があって生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。ただ彼女にとっては三越芝博も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたんなら俺はもう人を見る目に自信が持てません。八神、明日また偉人町に行きます。とにかく沢先生に間宮由衣の名前をぶつけて直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。あのちょっといいですか？黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。なんだよ。もう13年前になるんですけどこの学校でもいじめ自殺が起きてました。校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。Bullying started 13 years ago. I think Sawa Sensei mentioned that too. Alright, a student lived, but is in a coma to this day. Sawa Sensei も言ってた。同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本満。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。そんなことまでネットに出てんの？普通は出ないと思うんですけど。実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。楠本玲子って聞いたことありません？ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。Vice ministers rank above most government officials, so Reiko cuts
Kusumoto has quite a position power at the Ministry of Health. ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって、加えてお子さんの不幸もあるせいか今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで。ふーん、それって今回の事件と何かつながってくるか。どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。その楠本玲子の息子、13年前に起きたいじめってどんなの。ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。学校の中でも外でも日常的にミツル君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾加えさせたりもしてたようです。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮由衣も居合わせてたんだ。そして満君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。Okay. そこから先は本人たちに聞いてみないとだな。まず明日沢先生によろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の仇を殺していたから。ただの痴漢だったはずが、えらいことになってきたな。Guess I head back to the office. Right? Anything else? 僕は江原をずっとハレンチ警官と思ってましたよ。きっちり報いを受ければいいのにって。でも実はそう思わせるように仕向けられてたんですよね。僕らも検察も世間も。江原は痴漢の汚名を着て息子の仇を討ち、ついでに司法のメンツも潰してみせた。全部捨て身でなきゃできねえことだ。あいつにはもう何も怖いもんがねえんだろうよ。Anything from you? お疲れ様でした。八神さん、今日はもうゆっくりしてください。See you later.I'm busy, you guys. Can't catch me. Nothing in my mailbox, okay. Guess I'm getting some sleep now, huh? Okay.
That's crazy that these side missions are giving me more SP than the main missions. Oh, okay, too. What? Yeah, のんびりしてやがんな。話は聞いたぜ。偉人町に行くんだろ。沢先生に会いに行よう。海藤さんは学校に入れないでしょ。先生に会えんのは俺だけだよ。分かってるって。でもまた外で待ち合わせることになったら俺も呼べるだろ。状況分かってる海藤さん。沢先生も三越場殺しに一枚噛んでるかもしんないんだ。お前こそ分かってねえな。あの人はそんなことしねえよ。え？俺は人を見る目には自信があるんだ。特にいい女についてはな。やっぱあんたには負けるよ。You drink off that so fast. Head to Injinto. You have anything to say to me? No? Anything here? No?Anything on the map? No. Although, I gotta pet the cats before I leave the town. These streets are so narrow.Snowball. 名前か。よしよし。Well, all right. Taxi is here. Oh, I'll take that. Thank you.とこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね、カイトさんは。いい店ばっかだぜ。あんだけ数あると一日四五軒は行かねえと。何？ What? どうしたの？ What do you see? 見てみろ。阿久津だ。え、ねえ、ちんちょ。班長の半グレがなんでこっちに？よう、阿久津。なんでお前がここにいんだ。おい、ほらこっちだって。カイトーだ。奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ。悪いな。あの野郎、偉人中に何の用だ。わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある。いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこだよね。うん。俺も RK のやつらかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああ。カムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。Are we following them? やつらが何してようが、わざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。Noise. Okay. But what is this? Radio makes it.
was all by the school. Okay. Don't want to get hit by this car. I feel like I probably shouldn't have crossed over, but oh well. Dang it. Are there people up here? Radio, okay, I forget which one that is. Is that the bug one? Coming from the school. Someone's book said I better investigate. Ooh. Fantastically detective. Will this trigger the actual main mission? Please don't trigger the actual main mission. Okay, cool. Oh no. Serio's getting off a bit if I find out someone's creeping on these kids. Okay, well. You turn green very briefly. Outside. Oh, okay. And the flowers. Okay, I'm getting close. Not the food. What kind of monster? Whose shoes are these? 反応は近いぞ. Why not opposite side? ここからだ. The vending machine, how dare you. Found a spike. Angles gotta be for peeping off skirts. Ugh. Okay.
What do you want me to do now? No, but really, what am I? Oh, is there more sources? Still take over here or around it. Are you in the gym? Are you upstairs? Let's go back outside, yeah? And I'm walking away from it. Oh, I'm just jumping. Okay. Where? And another one. You want a rematch? Yeah, let's go. Nah. Hey, do you ever play basketball here, Alton? Any uniform of this? Huh? Yeah. They're jumping around their school uniforms out here. I imagine they're the ones. But cameras are aimed at. You're gonna kind of be something from MRC, right? Some of the dance club members are telling me how you're super. Oh yeah. Well, he's definitely got the looks. Oh yeah. Hey, you got me some. I'm going to go for a little game. Sorry, I'm kind of working right now, so... Let me just ask if I was playing in uniform. Doesn't sound like work to me. Sounds like you want to take a break and have some fun. But, this is... まったく. Okay, very funny. Well, why else would you be asking us? Come on. I could be a really good teacher. Really? This is what we're doing. Okay, can we just go? Is he turning red? How adorable. Aww, he looks so serious. I didn't know you had a key side. Good lord, this school.
Okay, so I'm gonna assume there's still one. Alright, let's bring you out. Where am I looking, game? Nope, too far. Above me, no. Are you inside again? Whoops. Okay. I would think I have to be lower because it seems to be aiming for the scripts, so... Unless this one is actually upstairs. I mean, we can look. No! What do you want from me? We flash super green somewhere. 前方に反応。Where? There's something here in this curtain. Where, game?
Is it outside? この辺りのはずだ。On the windows. On the stairs, maybe. Damn it. I don't know.